ありゃありゃ、もう、芋虫、どうしても山口くん。はい、大きいですね。大きいとこじゃ見てよ、もう、全然葉っぱ壊れちゃって。はい。これどうなんや、これ。この壊れたところはさ、光合成できなかったから、さつまいもちっちゃくなったじゃないの？はい、ここで取れたのは、少し小さくなってしまいました。君は持ってるの大きいじゃん。はい。これは、ちゃんと育ったんだね。はい、これは別の圃場で育てた芋で、安納と、金時と、紅あずまになります。礼儀出来じゃないか。大きくていいね。はい、今年は本当に大豊作でした。それで、それを作るのにね、大変な苦労があったと思うけど、どうかい？そうですね。まずは、種芋となる大きな芋をしっかりと選別して、芋蔵を作って、苗を育てて、畑に植えるんですけれども、苗の植え方も、角度とか、船型とかね、はい、突き刺すのとかね。やっぱ船型が一番いいやろ。そうですね。数と形のバランスが取れて、一番いいと思います。ああ、素晴らしい。今年はでも豊作だよね。はい。幼虫がね、食わんかったらここもよくできたのにな。そうですね。まあ、でも掘ってみてくださいよ、じゃあ。はい。よろしくお願いします。はい、芋虫さん、芋ばかり食うんじゃないよ。わかってる？わかってる？君。ちょっと食ってもいいよ。いいかい？はい。今日はですね、さつまいもの大切な効果、効能も言いたいと思います。まず一つに、境出金時。これはですね、瀬戸内海の香川県境出市。ここはですね、塩田が盛んだったんです。水はけの良い砂地で、塩が入っていて、その塩分がミネラルとなって、とても美味しい、昔ながらのさつまいもらしい、まあね、繊維は多いかな。だから、便秘の人には、境出金時いいですよ。で、まあ、程よい甘みですから、天ぷらなどの料理に合うと思います。これはですね、ものすごい昔から植えられているものが、境出金時ですね。次に、紅あずまです。これ、関東はね、あずまというぐらいですから、多いですよね。どこか懐かしい感じの、まあ甘さは割と控えめですね。加熱すればするほど、まあ甘くなりますので、煮物や、まあ焼き芋にいいかなっていう感じですね。もう一つが出ました、安納です。これは栗より甘くて美味しい。安納芋の産地というのは、鹿児島県種子島安納です。かつて第二次世界大戦、その最中にインドネシアのスマトラ島に出兵していた兵隊さんが、まあ、種子島に持ち帰ったと言われていまして、そしてその安納地域で栽培するようになったので、名前も安納としまして、ねっとりと甘くてね。だから、これは焼き芋にするとね、より甘くなるわけ。普通で16度は糖度あるわけ。16度の糖度って甘くないですか？焼き芋にすると40度の甘さになります。優れものですね。安納芋、私も大好き。さつまいもの歴史。まあ、これはですね、日本には、江戸時代の1600年ぐらいに、まあ、琉球王国の使者が中国からさつまいもを持って帰ったと。だから辛いもとも言うわけですけどもね。本土の鹿児島の薩摩藩の方で作られるようになったので、さつまいもというふうに有名になりました。こうして薩摩からは、まあ全国伝わっていってですね、まあ私たちのですね、戦後の危機の時にも芋がすごく、ね、役に立ちました。芋は栄養がありますからね、それで植えやすいしですね。鹿児島県は日本の一番のさつまいも作りの名産地となりましたね。まあ芋焼酎もうまいですよね。さつまいもの効果効能は、まずビタミン C ですね。これは肌のシミとか美容効果があって素晴らしいですね。次に食物繊維。これは腸内の環境を整えてくれます。で、またですね、ヤラピンっていうのが入ってるのね、芋の中には。この食物繊維とヤラピン。これは老廃物を中から外に出してくれますね。だから肌を蘇生してきれいにしますし、体が全体的に老廃物がなくなるから健康になります。また、さつまいもにはビタミン B1 っていう脳のエネルギーとなるものがふんだんに入っていますので、とても大事になります。カリウムが多いですね。むくみの予防をしてくれますね。抗酸化作用のビタミン C とポリフェノールがふんだんに入っているさつまいもです。血糖値を穏やかに緩やかに上げてくれるレジスタントスターチがこの芋の中にはあるわけですね。生活習慣病予防としてもビタミン E がふんだんにさつまいもの中にあります。抗酸化作用して B カロテンがありますから、このような栄養があるわけですよ。さつまいもを食べてれば健康になり得るわけです。いやー、さつまいもは素晴らしい。健康であり、栄養も満点に、そして美味しさも満点。やっぱりさつまいも作らなきゃいけませんね。これからですね、災害が起きた時にさつまいもはあなたを救ってくれるでしょう。これね、一本あったらですね、
これ天ぷらにしたら家族5人分が食べられるよ。おいしいし、それでまた作りやすい。これがさつまいもの大切なパートなんですよ。米とか麦とかできない時にさつまいもで代替品として日本人は戦後生き抜いてきたんです。皆さん素晴らしいですね、さつまいもって。でですね、豊受けではさつまいもの酵素3年発酵、これがあるわけですね。皆さんこれでまあね、さつまいもの霊的見解申し上げます。その人の中にある恐れだとか悲しみ、それで助けてくれないという恐怖、そういうものが言えます。悲しみと恐れが言えますね。幼児期に親や周囲の大人があまり助けてくれずにですね、何もかも自分でやらなきゃいけなかった方々、大事にしてもらえなかった方々、優しくしてもらえなかった方々ね、親が無関心でネグロテされた方々、そういう方々にこの芋の酵素は愛された感覚になり、十分自分一人でも生きていけるその力と愛をもう一回蘇らせてくれるの、これがですね、さつまいもの酵素です。でまたさつまいもの酵素からまた1年発酵させて、だから4年経ったものがお酢なんですよ。さつまいものつるの酢、これはもう全てのエネルギーを活性化します。お酢はね、血栓を溶かして、そして血液をサラサラにしてくれますね。でまたエネルギーがいっぱい出るさつまいも酢、病気の人にもこれ大事ですね。でまた私たちにはさつまいも色の蒸しパン、さつまいも蒸しパン懐かしいな、皆さんこういうのを食べられてみてほしいと思います。そしてこの、ね、大切な腸に良いこのトヨキングルト、これにもさつまいも入ってます。この金、オンコキン様がね、さつまいも大好きなんですよ。特に豊受けの無農薬のね、さつまいも大好きでね。で、金がどん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 活性化してくれる。いやー、さつまいもって素晴らしいですね。この危機を乗り越えるためにはさつまいもです。で、皆さんね、このつる持ってたら、これ冷蔵庫入れて置いといたら来年にまた芽が出ますよ。植えてみてください。あー、芋虫どこ行った。キャー、でかいのいた。でもね、芋虫だってさつまいも食いたいんだよ。食ったら食っただけ元気になるもんね。君尻尾がね、かっこいい、素晴らしい、大好き芋虫。はい、ここからおさらばしたいと思います。さようなら。芋虫ちゃんごめんね、びっくりした。